間記録の突破のお客様です。今年7月にリニューアルオープンした土佐清水市の新足摺海遊館里海、オープンから3ヶ月余りの昨日、年間入館者数の過去最多を更新しました。ですね、10万9756人目ですので、はい、新記録となった記念すべき入館者は松山市から初めて里海にやってきたという生田さんご夫婦です。嬉しいです、そんなこと初めてです。ちょっと緊張しますね。水族館が新しくなったんで、はい、妻が水族館好きなんで非常に運がいいんです。今日はいい顔。今年の運を全部使ってしまったかと思います。目の前に広がる辰串湾の生き物をメインにおよそ350種1万5000点の生き物を展示する里海。先月の連休中にはおよそ1万人が来館し、週末には2500人が訪れるといいます。1975年の開館から45年、年間入館者数の過去最多を記録するのは41年ぶりで、それをたった3ヶ月で達成しました。この日は記録更新を記念してこんなサプライズも。辰串湾の大水槽にボードを掲げたダイバーが登場。思わぬセレモニーに会場は盛り上がりを見せていました。来た来た来た、来てくれた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 、食べた食べた食べた、来てくださいね。あー、来た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 けどでかい。3ヶ月で観光客の心をつかんだ里海、見据える先は。オープンしたから終わりではなくて、この後どんどん進化していかなきゃいけないので、またこの周りにいる珍しい生き物、可愛い生き物、皆さんが知らない生き物をたくさん集めてきて、お客様に紹介して皆さんに喜んでもらえればなと思ってます。